こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、義務教育の弊害というテーマでお送りしようかと思います。とかくこういうテーマでお送りすると、今の義務教育はもう時代遅れだとかね、学校の先生は何も考えてないっていう風な論調になりがちなんですけども、私はまずね、学校の先生っていうのは私たちが思ってるよりも賢いと思ってるんですよ。賢いからこそ文部省の指示以外に教育することができない、そのもどかしさにね、もがき苦しんでると思いましたね。さすがに学校の先生も一般企業のことは、まあ、そこそこ勉強してますし、それともね、教育課程を取る前に本当に先生になるのかなと、一般企業どうかなっていうふうな考えにもなると思うんですよね。その上で一般企業じゃなくて教師っていうのを選ぶわけですから、教師以外の道を知らずにその道に入ったのとは違って相当思い悩むと思うんですよ。で、もしかしたらアルバイトなどを通して企業に就職したらどうかなってことを最大限リサーチしてると思うんですよね。でも最初から教員になるつもりがない人の人生はどうでしょうか。教員のことをそこまで真剣に考えながら一般企業とか公務員さんへの就職っていうのは選ぶでしょうかね。ちょっとその辺を考えていくと、まあ、学校の教員あながち侮れないなと思うわけなんですよね。まあ、まさにね、学校の先生ってのはそういう色眼鏡で見られているってことも覚悟の上でその職位に就くと思いますし、今ね、教育課程を経て教職を取って、で、卒業して、大学を卒業して地元の中学なり高校なり、まあ場合によっては小学校ですか、こういうところに入ってですね、教鞭を振るうときに、保護者の方は自分よりも学歴が高いかもしれない、保護者の方は自分よりも優秀な人がいるかもしれない、その人に随分ね、いわゆるマウントを取られながらやるんではないかなと、モンスターが襲ってくるんではないかなっていうふうな、そんな前提も跳ねのきながらその職位に入ると思うんですよね。そう考えていくと、どうなんでしょうかね、学校の先生を一方的にけなすばかりでも済まないんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりそこには一つの人生があり、一つの主体性があってですね、もがき苦しむ教員の生の姿がそこにあると思うんですよ。ですので私たちは何でもかんでも学校のせいにするんではなくて、学校を卑下するんではなくって、学校に任せられるところはしっかりと任してですね、そうでないところとか学校の領域の及ばないところはしっかりと地域ですとか親の責任としてやっていかなくてはいけないのかなと思います。そもそもですね、学校に子供を押し付けるそんなね、カリキュラムはないわけですよ。もちろん心ある先生は子供たちを押し付けたり、人生の苦さっていうのをね、ホームルームとか最初の終わりの回とかでやってくれるかもしれませんけども、でもそこはどんな話をしたから先生の評価が上がるってことにはなんないんですよね。まあ私はそのヨタ話っていうんですかね、授業以外で先生が話されたことは結構覚えてる方なんですけども、私にとってみたらね、授業ってのはまあ後々なんとかなるもんだと思うんですよ。それこそ5歳6歳から始めて10歳12歳から始めてっていう段取り踏まなくても、その人一人が生きる環境の中でね、やっていけるもんじゃないかなと思うんですよね。まあ、花江沼さんのご質問にあった最後の方のね、ご質問にあったことに回答するとすると、今ね、備前君がどうしようと何を考えようと何に恐れようと、それはですね、備前君のような年齢にはよくあることだよと、みんなそこを通るんだよ、あるものはそこを通れずにそのまま自分の人生を紡ぐけども、あるものはそこを通り抜けて次の悩みにぶち当たるんだというふうなことでいいんじゃないですかね。まあそもそも人が物覚えをするのに早いも遅いもないわけですよ。で、小学生の備前君の年に何か恐れたりとかね、結果を焦ったりとかっていうのは、これ別に特別なことじゃなくて、そういう人もいるし、そうじゃない人もいて、どっちが正解でどっちが正しいってこともないんですよね。ただし自分が進む方向が決まっているんだとしたら、それはちょっと考えなきゃいけませんね。まあ自分一人で生きる道を選んでるんだったら、もうすでにね、その年になって選んでるんだったら、躊躇というものほど無駄なことはないなと思いますね。ただやっぱりじっくりと人生を構築したい人から見ると、そしてもしくは精神的な強さとかにも関わってきますけども、
何でもかんでも失敗を恐れずに挑戦しろっていうこの押し付けがですね、この考え方が最も精神を壊していくってこともあります。まあ、ですので一人一人に向き合った対話をしなければなりませんし、あとですね、人生に正解はないんだってこと、それは5歳であろうとも10歳であろうとも20歳であろうとも50歳であろうとも全員が正解を踏んでるわけじゃなくて、そして全員が不正解でもないと、そういったものは分かんないんだよってことなんですよ。人生ってのは蓋を開ければって言いますけども、こう言ったらね、身も蓋もないんですけど、まさに人生は最後臨終のとこで、はい、あなたの人生はここで終わりですよ、3、2、1、ふっと死んでしまう瞬間にやっと分かるんですよね。そうですよね。何の学もなく何の経験もなく何にもない人がじゃあ不幸だったのか、人生は失敗だったのかって言ったら、そんなことは分かりませんよね。だからね、いろんなことを勉強して自分を高めていって素晴らしい人間になってきた。でもその素晴らしさって何でしょうか。向上心っていうのはまさに人工的な価値観じゃないですかね。この社会で生きてるからこそ、この時代だからこそ、多くの人がこれという常識を持ってるからこそ、そこに相対的に正しさとか失敗とかっていう概念が後付けされるだけであって、人間はね、生まれて死ぬまでにいろいろあるんですよ。ただそれだけなんですよ。いろいろある、それだけなんですよ。そこに白も黒も青も黄色も評価はないんですよね。ただどんな人生を選びたいのかってことを決めたら、いろんな評価が出てきます、ね、生きて死ぬ、それだけじゃダメだよ、人間失格だよっていうふうな定義があるんだったら、さまざまな評価あるでしょうけども、そもそも人間ってそんなに、ね、大したもんじゃないんですよ。生まれてきて食って寝て、なんかたまに面白いことやって、不愉快なことに付き合って、なんかいろいろあったけども、年取ったな、死んだ、それで終わりなんですよ。なんかそこにね、無理やり意味を詰め込んだりとか、人間としての価値みたいなことをね、誰一人知らないのに、さも自分を分かったかのように人を評価がましいことをするわけなんですよ。じゃあお前は何者なんだということですよね。じゃあ人生の酸いも甘いも兼ね備えたパーフェクトな人間なんですが、神様ですか。そうじゃないですよね。言ったほどにもできてないということなんですよ。ただ自分がこいつを評価しても、こいつは自分のことを評価しないだろうなと高をくくってるんですよね。違うんですよ。人っていうのはですね、どんな評価をするかによって評価されるんですよ。しょうもない評価している人はしょうもない人なんですよね。まあこの考え方すら私の勝手な価値観ですけどね。まあ、ただね、やっぱ評論家になってはいけないかなと思うんですよ。いつも人に何かをね、教えがましいことをするんではなくって、自分の姿、自分の生きる姿に感化されて自分を目指してくれる、まさに後継者を目指してくれるのか、それとも自分は単なるちょっと年取っただけのよくわかんない人、その考え方をたまに参考にする程度の人間なのかってことですよね。以前こんな話しました。人間というのは自分が何者になりたいのか、誰の後継者になりたいのかってことを意識することと、自分は誰かにとって後継者になりたいですっていうふうに思われているのか、その2つの関係の間にいれば人間になるんだってことですね。でも自分になりたいなんて誰も思わない、ましてや自分が誰かになりたいと思っていない、これは一つの定義ですよ。一つの定義をもってすれば人間じゃねえよって話になっちゃうんですよ。でもこれですらそんな大したもんかなと。人間はいろんな感情があるんで、ハッピーなことばっかりが積み重なったからそれでいいのかと、悲しみや苦しみや悩みに向き合ってこそ人間の深みが出るんじゃないかっていう意見もありますよね。さあ難しくなってきましたね。まとめていきましょうか。まとめていくとですね、人間はね、生きて死ぬまで無なんですよ。ニュートラルなんですよ。でそこに後付けでいろんな価値がつくんですよね。まずそこを認識すると、恐れることはないってことに気づくんじゃないかなと思うんですよ。学校ではですね、最短で答えを出せなんて誰も言いません。むしろ間違ってもいいからやってみようよと、間違ってもいいから手を挙げることが大事だよっていうふうな救いの言葉で先生は生徒たちを励ましてくるんじゃないかなと思います。かけっこをしてビリになっても、もう最後まで一生懸命やったなと励ましてくれるものなんじゃないですかね。それこそですね、1位から5位までかけっこには順番がつきます。最近では順番つけないような、そんなかけっこもあるみたいですけども、順番ついていいんですよ、ね、
1番には1番の人の特質がありました、5番には5番の人の頑張りがありました、それぞれが優勝なんですよ。それでいいじゃないですか、学校なんだから。競争社会に出るとどっちにせよ100点満点でも不合格といって落とされたり、1点も取れないやつが祭り上げられたり、もうねぐちゃぐちゃなんですよ。それが現場ですよ。まさに机上の空論では済まないんですよね。でも机上の空論で済むうちはいいじゃないですか。そんな社会に出て使えるかどうか分かんないものを一生懸命目指す時期があってもいいわけですよ。その中で使うものがあるわけですよ。例えばこんなことをよく聞きます。中学とか高校に入ると数学の難しい公式があるんですよ。微分積分とか出てきますよね。こんなものやって将来何の役に立つんだよ、数学なんて何の意味もないのにこんなことやらせんなよってやつがいます。果たしてそうでしょうか。将来授業でやったことってそんなに役に立たないですかね。とりあえずは授業でやったことは目の前のテストに出る、それだけでも十分役に立つんじゃないですかね。そして数十年経った時に新聞をパカッと開くとね、センター試験の問題が出てるわけですよ。そこに新入社員なども群がってみんなでね、ああでもないこうでもないってね、問題解いてるわけですよ。でその輪に入る人とその輪に入れない人、どうですかね、なんか役に立つんじゃないですかね。そういうふうな人間関係の作り方もあると思いますし、歴史ってものはね男性結構好きなんですよね。三国志ですとかね、あとイエス・ブッダの時代とか好きなんですよ。じゃあ歴史ものを学校で学んでそこをきっかけに歴史を深く掘り下げた人と、歴史に全く興味を示さずに社会に出た人、どっちがその輪に入れますかってことだったりするんですよね。だから学問って、自分に対するものなんですよ。それを勉強というね、社会に対するものに使おうと思ったら、今みたいなコミュニケーションのツールとして自分が学んできたことを、お互いにぶつけ合うってことも将来役に立つことの一つなんですよね。まさに実社会の中に公式がバーンって出てきてそれを解けみたいなこと言われませんよ。ただやっぱり解き方っていう感覚は永遠に使えると思うんですよ。どうやってその答えにたどり着こうとしているのかとかね、仮定の問題とかね、それから結論を出して答えは間違っていたけども考え方をこういうふうに作ったよってものは、社会に出てある問題に達した時に正解にはたどり着かなかったけども似たような考え方、もしくは全く違う考え方ってものがそこで一つできるわけなんですよね。でそういうふうにして脳細胞を一つずつ積み合わせていくことも重要な結果のつかみ方だと思いますし、やっぱり結論をね知りたがるのはこれは仕方がないと思うんですね。それを卑下するものではないかなと思うんですよ。というのが結論を早く急いだ方がいいものと、結論も大事だけども過程が大事だよってものがあるんですよ。じゃあ私たちにそれが見抜けるかな、見分けられるかなってことなんですよ。何でもかんでも結論を焦って、じゃあ結果はどうなんだと、この後どうなるんだってことを知りたがる。でもそれが正解のこともあるわけですよ。早く結論を知ってその過程には全く意味がないよってものに対して過程が大事だよっていうのも妙な話になってきます。無駄な時間を使わしちゃうんでね。それこそ 1+1 ってのは結論2なわけですよ。そこに何の理屈もないんですよ。早く答えを知ったらいいんですよね。でも場合によっては難しい物理の公式なんていうのは、なんでその物理の公式が出来上がったのか、それを作った人はどういうふうに組み替えながらやってきたのかっていうのは過程がものすごく大事だったり、万有引力っていうのをね編み出したニュートンっていう人がいますよね。2分の 1GD 事情っていう公式があります。それはどうやって誰がどのようにして作ったのかっていうふうなことによって物事の結論に至るまでの道筋がものすごく大事で、その道筋ですら試行錯誤して天才が間違いながら作ったもんだよってことを知ることっていうのはまさに過程が大事って言えるのかなと思うんですよね。安静早楽って言葉があります。安全に早く正しく安静早楽楽にですね、安静早楽安全に正しく早く楽に、この安静早楽ってものが世の中の大部分では必要とされる時代になってきたんですよね。なぜなら多くの方が情報というものを駆使して早く結論にたどり着いて、結論からそして振り返ったり結論から展開させて別のルートってものを作り出す、そんな時代に入ってからなんですよ。昔はですね結論に至るまでにもうね長かったわけですよ、情報がなかったんで。ですんで教育も大事だった。でも教育が行き届いてなかったんですよ。
昭和20年代30年代ね。そうなってくるともう早くみんなが結論欲しかった、うん、早く結論が欲しかったんで一生懸命働いた結果高度経済成長ができたとかね、そういうこともありますよね、うん、早く結論が欲しかった、一日も早く出世して楽になりたかった、でも早く出世したねって言われた人でもやっぱりね5年とか10年かかったんですよ。そういう時間感覚だったんですよね。今はもっともっと時間感覚が早くなったかもしれないですね。もしかしたら小学生の頃から大学受験を意識してそんな過程があるかもしれないですよね。私の時代では高校2年生ぐらいから進学かそれとも就職かなんてことがね話題に出たりとかね、学校の方でもそろそろ考えておけよみたいなことがありました。まあそれでも相対速度としてはみんな同じペースだったんで良かったんじゃないかなと思うんですよね。まあこういうふうにいろいろと振り返りながらお話しましたけども、所詮私の見ている環境とか私の感じていることっていうのは私の人生の一本の筋のその周りでしかないわけなんですよ。とてもじゃないけどもグローバルな意見ではありません、まあ、ですんでね、結論なんですけども、たくさん考えてたくさん悩んでたくさん教えてもらってたくさん教えてもそれは自分の周りで起きたほんの小さな世界のことなんですよね。グローバルに世の中全体を見た時にはそれこそ無数の価値観があるんで、どれも正解でありどれも不正解であり、人間は生まれて死ぬまでいろいろある、その一言に集約されるだけで何の成功もそこには、うん、最短距離もないのかなと思うんですよね。最短距離がもしかしたら回り道であるかもしれませんし、ぐるーっと回り道したつもりでもそれがその人の最短距離であるかもしれません。人生はですね、終わってみなければ何一つ結論が見えないっていうのがこれが答えじゃないかなと思うんですけどね。私もだからね、まだ人生の途中、プロセスですよ。どこに向かっていくのか、久保哲郎という人間は死ぬ時に完成するんですよ。それまではまだ発展途上であり未知の分野がたくさんあってですね、何も見えてない、ましてや備前君のようなね、その年齢で何かが分かるってことはね、うん、なかなかないんじゃないかなと。だってこれからの人生の方が長いわけですしね、これから出会う価値観の方が多いわけですし、これからいろんなことを教わる人が無数に出てくると思うんですよ、うん、そう考えていくと常に前置詞としては今の時点ではねっていうことがついてもあるんじゃないかなと思うんですね。いやーなんかいろいろと考えちゃいますね。あの時もっとこうしておけばっていうふうなね、後悔っていうのはどんな人の人生にもついてもあるんじゃないかなと思いましたけども、いかがですかね、あの時こうしておけばみたいなこと花井ルマさんにありませんか。私には実はないんですよ。それはですね、私はね、私のベクトルは過去に全く向かないんですよね。全てが未来に向かってるんですよ。もっと言ったら真下ですよね。今日この瞬間だけなんですよ。今日この瞬間がマックスであればそれでもうね、過去も未来もないものと思ってるんですよね。まあ後先考えないって言えばその通りなんですよ。私は後先考えずにやってる人間です。その結果こうなりましたってことですね。いってらっしゃい。